罠の見回りに来ました。前あげたところの罠です。で、米ぬか巻いてたんですけど、かかってました。一つ目の罠は不発ですね。太田式ダブルジャンプくくり罠を二つかけてました。一つはそこ、不発です。で、もう一つは、成功です。ここにアライグマです。竹の中に頭く突っ込んでます。いや、初めちっちゃいイノシシかと思ったら、ちょっと、おっきいアライグマでした。まあ、また絡まって、ちょっと動けない状態になってます。いやー、アライグマが多い。アライグマが、もしかしたら、タケノコ食べようんじゃないかっていうぐらい、タケノコもなんか、掘り返されてるし。おい。おっと、びっくりした。向こうもびっくりしたけど、自分もびっくりしました。動けないですね、やっぱりこう。左後ろ足にかかってます。この多分ガオーって言ってるのは威嚇してるんかな。で、たまに変な声出すのはなんか怖がってる声のような気もしたりしなかった。おお。なんかこう見たらね、犬とじゃれ合ってるような感じなんですけど、ほんと。かわいいワンコと。あ、でかいですね、まあまあ。今まで自分が巻いてきた米ぬかやらくず米やらを多分いっぱい食べてたと思います。ちょっと足の裏こちょこちょしてみます。顔は可愛いけど、もうアライグマも飽きたんですけど、殺すのも めんどくさくなってきた。かかりすぎるけ。新井さん。あ、この声ですね。あれはなんか、ほんと。何もしませんよ。何もしませんよ。おーい。1個2個の罠に、あ、そこに餌撒いてました。罠と罠の間に。こっちには、あれですね、こっちの罠は何もかからないですね、なかなか。ここに種子カブの罠です。イノシシ用に罠セットしてもアライグマ。まだアナグマなら嬉しいけど、アライグマばっかりです。これですね。太田式。
ダブルジャンプくくり罠。多分踏み板が下に、あら、踏み板がない。どっか飛んだかな。よいしょ。いやー、これでアライグマの肉が美味しければいいんですけど、あんまり美味しくないし。よっ。よいしょ。これ復活ですね。なんかひっくり返ったな。不発というか、違うところから動かしたんじゃないかな、このアライグマが。ちょっとあんまりね、自分が怪我しそうなんで今はやめときますけど。アライグマが動かしたのかもしれないですね、これ。なかなか取れないようにこういう風にしてます。いや、米ぬか食べんどけばいいのに。いや、ここタケノコが生えてたのもなくなってたんで、絶対イノシシが来てるだろうなと思ったんですけど、違いましたね。残念。せっかく最後のくくり罠と思ったら、なんかすぐ翌日にアライグマ。まあ、またもう一回かけるかもしれないです。よっ。絡まって。あ、竹の中に頭を入れてるアライグマ。怖いんかな。もうかませる。うん。おいしい。こっちこっち。あ、俺電源入れてなかった。いや、入れとうね。あ、こっちの電源入れてなかった。